警戒してくれ。くそ、よりによってこんな時に。なんか外が騒がしいな。旅人パイモン、起きて。オーラにどうした。うわ、どこから魔物が湧いてきたんだ。アビスが襲ってきたの。パトロール隊が魔物と激しくやり合ってる。ついてきて、安全なところに連れてくから。ムアラニ、手を貸して。もう無理かも。まずい、すぐ行くから。本当ありがとう。いつか一緒に戦いたいなって思ってたんだ。もうちょっと耐えて、今助けに行くから。よっこす。よっ、飛び回れ。あいつらアビスに汚染されてるのか。うん、アビスそのものだよ。さあ、やっつけよう。すぐ終わらせてあげる。フォークをたたく。これならどうだ。剣で私は大丈夫ですから、他の人をお願いします。ふう、死ぬとこだった。さあ、反撃の時間だ。落ちるわ。魔物はほぼ片付いたみたい。君たちがいてくれて助かったよ。私一人じゃ時間がかかってた。でも今夜の襲撃はこれで終わりじゃないって気がする。一体どこから湧いてきたんだろう。アミナのところに行って聞いてみよう。アビス関連の防衛については私よりよく知ってるはず。たくさんの魔物を倒してくれたって聞いたよ。本当にありがとう。対策はしてるつもりだったけど、どうしても人手が足りなくて、魔物が防衛線を突破して集落の中まで入ってきたの。幸い今のところ死者はいないみたい。アビスはどこから侵入してきたの？東から。アビスの境門の位置は特定できてるけど、そこを攻めるのに十分な数の戦士をまだ集められてなくて。アビスの境門って何なんだ？アビスによって作られた扉とでも考えればいいかな。そこを通って魔物は八神の国から地上にやってくる。侵入を食い止めるにアビスの境門を壊さないといけない。それもできるだけ早くね。魔物が湧き続ければ、どれだけ強い戦士でも苦戦を強いられちゃう。うん。私もそれが一番心配。それに、魔物の数からして今回のアビスの凶門は一つじゃない。でも、他の門の位置は調べてるところなの。ならとりあえず、東側のアビスの凶門を片付けちゃいましょう。旅人、パイモン、もう遠慮なんてしないことにしたの。君たちの力を貸して。もちろんだぞ。花から暴漢を決め込むつもりなんかなかったしな。竜戦の衆を代表して感謝します。よろしくね。時間がないから、早速行こう。アミナも気をつけて。加速するよ。新しい魔物は出てきてないから、とりあえずは安全だと思う。こんな襲撃によく合うのか？大変そうだな。大変っちゃ大変だけど、先祖代々そうやってきたわけだし、アビスにしてみればこっちが大変だろうが何だろうが関係ないでしょ。あたちは戦うしか選択肢がないの。さあ、帰ろう。お、何見てるの？あっちに何かある？うわっ、モハラに、あっちを見ろ！魔物がいっぱい出てきたぞ！あれ、あっちって確か…待って待って、嘘でしょ？片付けたばっかりなのに。この状況じゃあっちに支援に行ける人はいないかも。私たちで何とかしないと。行きましょう。あれ、魔物が減ってきた。みんな、もう少し頑張って。失礼ね。私がここにいるんだから、教門は片付いたに決まってるでしょ。最善を尽くしたつもりだけど、状況が状況だったからね。あんたたちの大事なものは大丈夫だったかしら。今は話さないで。ひどい傷。アビスの侵食が進んでる。こっちで合ってるか。おい、誰かいるか。ムアラニ、それにアテアさん、どうしたんだ。二つ目のアビスの凶門が現れたって聞いて駆けつけてきたんだけど。アビスの凶門はアテアさんが片付けてくれたよ。でも早くお医者さんを呼んできて。いいの、自分の体のことを自分が一番よくわかってる。ここのものが壊れてないならそれでいいわ。それにしても綺麗になったわね。あんたたちがやってくれたんでしょ。いや、実はアテアさんのために。知ってるわよ、私へのサプライズなんでしょ。アテアさん、バレバレよ。普段は会ったら必ず挨拶してくれるのに、今日は避けてばっかりいたから、きっと私に黙って何かやってるなーってすぐ思ったわ。それとムアラニ、お菓子はあんたが買ってきたんでしょ。お湯の温度に合わせて選びなさいって前にも言ったのに。その話はいいから、お医者さんが来るまでもうちょっと頑張って。体が治ったらアテアさんの食べたいものを一緒に作ろうね。この穢れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。風魔竜が苦しんで流した涙だ。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。アテアさん、アテアさん、試すって何を。今のって浄化、吸収。アビスの力がそぎ取られていってる。マジかよ。こんなの初めて見たぜ。アビスが消えた。うん、そうだよ。旅人が助けてくれたの。旅人は大丈夫なの。今アテアさんの体からアビスの力を浄化してくれたんでしょ。君はアビスの影響を受けてないの。本当に。はあ、よかった。さっきは本当にヒヤヒヤしたぜ。よーし、みんな今日は帰ってゆっくり休んで、明日またここで集合しましょう。アテアさんの体が治ったこととアビス撃退を祝して、そして何より旅人とパイモンへの感謝を込めて明日は盛大にお祝いしましょう。それじゃあ解散。イエーイ。君にあんな力があったなんておかげで本当に助かったよ。おいらもお前にアビスを浄化できる不思議な力があるってことを忘れてたぜ。モンドでもトワリンの涙を浄化したよな。さっきはお前がいてくれてほんとよかったぞ。お？暗い顔してどうしたんだ？お湯に浸かると、アビスの力による臓器の侵食が加速して、命が削られちゃうんだって。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気、良くなってるみたいだ。気づいてたか？お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か、言うまでもないだろ？ぼーっとしてんだよ。おいらは眠たくて目も開けてられないぐらいだぞ。考え事なら明日でもいいだろう。若い子たちと遊ばないの？お菓子が口に合わなかったかしら？それとも温泉が熱すぎた？ってわけでもなさそうね。昨日はあんたがアビスの力を浄化してくれたって聞いたけど、もしか…ああ！もう少し黙っていようと思ってたんだけど。せめてパーティーの間は興ざめになるようなことを言いたくなかったのよ。でもバレちゃったならしょうがないか。ムアラニ！何？ちょっと散策に付き合ってくれる？アテアさん、どこ行くんだ？何かあったか？なんでもないわ。賑やかだからちょっと落ち着いたところで休んでくるわ。すぐ戻ってくるから気にしないで。お菓子はあっちの箱の中にまだあるから。全部今朝の焼きたてよ。じゃあ遠慮なくいただきまーす。ムアラニ。うん。時間が経つのは早いわね。いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あんたが温泉で悪事を働いていたのが昨日のことみたいや。両親は変わりないの？うん。仕入れのために町を出てるけど。一体どうしたの？なんか変だよ。旅人。君何か知ってるんでしょ？二人とも変だもん。自分の口で言うわ。実はこの頃温泉に入るようになったのは体が良くなったからじゃないの。昨日アビスの教門に一人で対抗したのも、選手として守るべきルールを忘れてしまうほど慌てたからじゃない。この体はもうダメなの。昨夜の洞窟ではこちらの異教の旅人が助けてくれたおかげで、今日はこうやってパーティーにも参加できたけど、おそらくあと数日でしょうね。だから1分1秒でも長く温泉に浸かって、そうしていられる最後の時間を大切にしたかったのよ。ムアラに人工温泉で私が見ていなくったって、もうそういうことはやめなさいって言われた時、なんとなく悪い予感はしたけど、深くは考えなかった。アテアさんに本当に治ってほしかったのに。治るのも死ぬのも私にとって大した変わりはない。どっちも祝うべきことなの。復活を経験したことがないあんたと違って、私は死と窮地の中と言えるほどだからね。友達と会うのは別に悲しいことじゃないでしょ。心残りがあるとすれば、あなたの状況がどんどん悪化していくのをこの目で見ながら、怪我のせいで前線で戦えなかったこと。でもそれもなくなった。命尽きる前にアビスと戦えたからっていうのもあるけど、ムアラにあんたの姿を見たからよ。流線の衆やあなたの未来をあんまり心配することもないかって思ったわ。あんたならみんなを団結させられる。怪我がなくたっていつかは老いて死ぬ。できることはやり尽くしたつもりよ。あとはあんたたち若者に託すわ。覚えていて。生きている時も死んだ後も、私はあんたたちと共にいる。アテアさん、すでにいろいろ考えてたんだね。わかったよ。教えてくれてありがとう。全力で部族とナタを守るから、アテアさんと同じようにね。私の最高のお手本だよ。ねえ。それから旅人とムアラに、もしエンジン様に会う機会があったらこれを渡してくれる？生涯にわたって私に付き添ってくれたお守りよ。私から彼女への片見分けってところかしら。まだ生きているうちに言うのも変な話だけど、前線で戦ってた時、それは私に幸運をもたらしてくれた。怪我で戦えなくなってからも肌身離さず持ち歩いてたわ。この中には私の思いと意志が宿ることでしょう。そう伝えてちょうだい。彼女ならきっと意味を分かってくれるはずよ。安心して。絶対に叶えてあげるから。え？伝えたいことはこれで全部よ。さあ、パーティーに戻りましょう。残りわずかな時間を悲しむために使いたくないもの。旅人アテア、ムアラに早く来ないとお菓子がなくなっちゃうぞ。こーら、満腹状態で温泉に入っちゃダメって言ったでしょ。ちょっと聞いてるの？人生は後戻りのできない旅なの。心置きなく勇気を出して前へ進めばいい。